毎週ほぼ5時にお届けするほぼ5時ソング、リスナーの皆さん、ターザン山下さん、こんにちは。スーパービバです。こんにちは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムの藤原です。よろしくお願いします。ということで、今週は来週21日にリリースする両 A 面シングル突破口自慢になりたいを毎日ほぼ5時にオンエアしていただいております。楽曲の前にこの番組スタッフから質問が来ております。はいはい、本日はですね、はい、助け合いの日、助け合いの日、記念日でございます。そんな方法の写真があるんです ね、 ね、 いいですね。休日ですかね。じゃないでしょう。ということで、うちの父親の誕生日でございます。おめでとうございます。誰かの手助けで、なんとか無事だったこと、なんとか無事だった教えてください。ということで、柳沢さんなんてこう毎日結構危機に直面してるという印象がありますけど、はいはいはい、毎日こうそわそわしながらね、そばで見ておりますが、何、かあったりしますか？そうですね、もう10年前ぐらいですかね、我々今回メジャー再契約なんですけど、はいはい、初めてメジャーデビューした時、本当20代前半ですね、はい、初めて、ね、テレビの収録があったんですよ、でそれに出る時に、こう衣装を決められていて、それをお家から持ってったんですけど、すごく急いで行って、近くの駅までタクシーに飛び乗ったんですよ、はいはい、歩いたら間に合わないと思って、そしたらですね、そのタクシーの衣装を忘れてしまいまして、あ、当時だ、電車に乗って、そのスタジオの目的地に着く直前で気づきまして、で収録なの時間も決まってるじゃないですか、本当にテンパりまして焦っちゃって、でそれをね、結局リハーサルとかもあったので、当時のマネージャーさんが電話とかすごいしてタクシーの連絡取ってくれて、取りに行ってくれて、本番ギリギリ間に合ったんですけど、もうあれはね、一人だったらもう絶対無理だったので、ね、助かったなって思いがね、あります。上杉さん、何かありますか？いや、そうですね、まあ、僕もちっちゃい頃になんか自転車でね、こう乗っててこう車がこう縦列駐車してる間をスッとこう行こうとしたら、後ろから友達が、おーいって呼んで、止まった瞬間に前からすっげえ車がシャーンって来たから、そのまま飛び出してたら死んでたなっていう、レベルが違う。ケタ違いがある。ありがとうって、ね、本当にね、ありがとうございます。おかげでスーパーエヴァ15年やっております。藤原さんはちなみに？俺、今回メジャー2回目の再契約なんですけど、そうだ、ね、最初デビューしてすぐ落っこちてしまって、あとアルバイト、いろいろ点々とクビになったり店が潰れたりしてたんですけど、その時に店を潰したり、潰してない、潰れたんですけど、その当時メジャーの時マネージャーやってくれてた方がアルバイト先を紹介してもらって、なんとか食いつくことができたことがありましたね。なので15年間スーパーエヴァやめてます。ということで、来週21日にリリースする両 A 面シングル突破口自慢になりたいから、本日は自慢になりたいを聞いていただきたいと思います。以上、スーパービーバーでした。ではまた明日。バイバイ。バイバイ。